ホアングズマン、ホアングズマン、ジョーン・グースモン、男性、1976年5月1日隊は、ドミニカ共和国のプロボクサー。サントドミンゴ出身。第12代 WBO 世界、スーパーバンタム級王者。第13代 WBO 世界、スーパーフェザー級王者。バンタム級時代のファイトスタイルは、試合序盤から積極的に、猛攻撃を仕掛け威力あるパンチを振り回す。 ファイタータイプであり、また、顔つきが、マイク・タイソンを彷彿とさせることから、ザ・リトル・タイソン、小さなタイソンの異名を持っていた。ただし近年のファイトスタイルは、タイソンよりも、むしろ、モハメド・アリのような、ポイント狙いの試合運びの妙と鉄壁の、ディフェンステクニックで相手を翻弄するファイトを、得意としている。これは階級を上げ、自分のパワーが、相対的に下がってきたことによる。 特に状態のボディワークを駆使してパンチを交わす技術が大変優れており、ジョー・コイズミ氏がワウワウの解説中にパンチを交わす技術はフロイド・メイウェザー・ジュニア並みと評価していた。1976年にサントドミンゴで生まれた。1997年9月23日に21歳でプロデビュー。全勝のまま2001年8月9日に ナボ北米スーパーバンタム級王座を獲得、ドミニカ共和国スーパーバンタム級王座も獲得した。2001年9月29日には、WBO インターコンチネンタルスーパーバンタム級王座を獲得、WBO ラテンアメリカスーパーバンタム級王座も獲得した。2002年8月17日には、空位の WBO 世界スーパーバンタム級王座も獲得した。 同王座を二度防衛後、階級を上げるために2005年に返上した。2005年に王座返上と共に階級をフェザー級に上げた。同年8月26日にはホワイトプレインズのウエストチェスターカウンティーセンターで行われた WBO 世界フェザー級挑戦者決定戦で多作ジャンデーンと対戦し、3から0、117から110、119から108、 119から108の判定勝ちを収め、WBO 世界フェザー級王座への挑戦権を獲得した。しかし、フェザー級でもまだ原料区は変わらず、スーパーフェザー級へ転向。2006年9月16日、WBO 世界スーパーフェザー級王者、ホルヘロドリゴバリオスが、前日計量をパスできずに、体重超過で王座を剥奪されたため、 バリオスが勝てば王座は9位、グズマンが勝てば新王者なる条件で試合が行われ、グズマンが2から1、114から113、113から114、115から112の判定勝ちを収め2階級制覇を果たした。2007年11月17日、アトランティックシティので WBO 同級2位のウンベルトソトと対戦し、 判定勝ちで2度目の防衛に成功した。2008年5月15日に王座を返上した。2008年9月14日、WBA IBF WBO 世界ライト級、スーパー王者、ネート・ギャンベルと対戦する予定だったが、前日計量で3.5ポンドの体重超過があり、グーズマンが計量失格となったためノンタイトルに変更されたのだが、最終的には、 クズマンの脱水症状で、ドクターストップがかかり、中止となった。試合が中止となったことで、この試合で受け取るはずだった。ファイトマネー30万ドルを受け取るとかできなくなった、ネイト・キャンベルは、数週間後に破産を宣言した。2008年12月20日、サントドミンゴの、で、WBA 世界ライト級8位で WBA、フェデラテンライト級王者のアメス・ディアスと WBA、 世界ライト級挑戦者決定戦を兼ねた一戦を行い、3から0、120から108、119から109、119から108の判定勝ちを収め WBA フェデラテンライト級王座の獲得に成功、WBA 世界ライト級王座への挑戦権獲得にも成功した。2009年11月28日、ケベック州ケベックシティので、 IBF 世界ライト級3位のアリフネカと IBF 世界ライト級王座決定戦を行い、0から1、114から114、112から116、114から114の判定で引き分けたため王座獲得に失敗、3回級戦派を果たせなかった。2010年3月27日、 ネバダ州ラスベガスのハードロックホテルカジノで IBF 世界ライト級3位のアリフネカと IBF 世界ライト級王座決定戦を行う予定であったが前日計量で9ポンドの体重超過の144ポンドを計測しグズマンが計量失格となったためグズマンに当日計量で150ポンドを超えることを禁止した上でフネカが試合に勝てば 船かが新王者になると条件で試合は行われ、6回にダウンを奪うなどして、グズマンが2から1、116から111,114から113,113から114の判定勝ちを収めたため、王座は空位のままとなった。しかし、試合後に、ムサックによるドーピング検査で船かからヒドロクロロチアジドと利尿剤が検出され、ムサックは、 船下に9ヶ月の出場停止と罰金3万5千ドルを貸し、体重超過を犯したグズマンが支払った罰金もグズマンに返上された。2010年12月11日、マンダレーベイホテルカジノでジェイソン・デイビスと141ポンド契約の試合で対戦。しかしグズマンは前日の計量で144ポンドを計測し、計量失敗。 試合は2ラウンド KO 勝ちを収めたが、試合後に、ムサックによって行われた薬物検査で禁止薬物であるフロセミドに対する陽性反応を示したためグズマンは8ヶ月の出場停止と罰金処分となった。イギリスポンドは薬物検査での陽性反応があったことや軽量での体重超過があったことを理由にグズマンを解雇した。34歳という年齢から、 グズマンがそのまま引退するのではと囁かれたが、私は引退するつもりはない。と引退説を否定した。2012年3月3日、ヘススパボンと対戦し、8回1分23秒 KO 勝ちを収め、フィカーバックススーパーライト級王座を獲得した。2012年7月21日、ホルヘピメンテルとナバ北米スーパーライト級暫定王座決定戦を行い、 初回2分4秒計大勝ちを収め、王座を獲得した。2012年11月30日、空位の WBA 世界スーパーライト級王座と、カビブアーラフベルディエフのもついぼ世界、スーパーライト級王座をかけ BB&T センターで対戦。3回にダウンを奪われ、その後バッティングで鼻血が流れ出て顔面勝ちで覆われる場面もあり、 迎えた8回スリップダウンを喫したウースマンは、左足を痛め、診断したリングドクターは、試合続行不可能と判断。プロ初黒星となる1からに、75から76、76から75、75から76の8回負傷判定負けを喫し、WBA 王座とイボ王座の獲得に失敗した。2013年6月28日、 元 WBA 世界スーパーフェザー級王者で WBA 世界スーパーライト級5位のビセンテモスケラパナマと WBA 世界スーパーライト級暫定王座決定戦を行う予定だったが前日計量でグズマンが8.2ポンド超過の148.2ポンドを計測した移重超過自身通算4度目の計量失格となり試合は中止となった 2013年7月4日、同年6月27日の軽量失格の際、148.2ポンドというスーパーウェルター級のウェイトだったため、WBA はグーズマンを WBA 世界スーパーライト級15イミマンに降格させた。2014年10月31日、テネシー州ナッシュビルのサンホセフィエスタで、ケビン・カーターとノンタイトル6回戦を行い、5回、 tk o 勝ちを収めた。この試合が、クズマンの最後の試合となった。2015年8月23日、現役引退を表明した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。